このビデオは、えー、チャット g p t を通して学ぶ第二外国語のコースの、えー、参加者の皆さんのために録画しています、はいでえーとね、先週までに、えー、皆さんの行動リストをあの作ることができたんじゃないかと思いますねで今週はいよいよそこからそ,のそこで第二外国語、まあ、第二言語を勉強するための,あの教材をね チャット gpt に作ってもらう、えー、そういうことをしてみたいと思います。はい、でね。あの今までは行動ばかり、えー、私たちは話してきましたが。が、えー、ここからはその言語ですね。言語形式、つまり、その language のフォームですよね。それに、えー、それについても考えていきたいと思います。えー、で、あの皆さん覚えているかもしれませんが。 えと私の場合はですねソーシャルメディアインフルエンサーというあのその人の行動をあの行動リストにしてもらいました先週までにねでその中の一つに、えーと「インゲージ・イン・クラブハウス・ディスカッションズ」っていうのがありました、はい、なので、えー、この私があのこれから作ってもらう教材には「えー まずこれ会話なのでその会話モデルがありますね。で会話モデルをヒンディー語で作ってくださいというふうに言っています。はい。でこのそのクラブハウスのトピックはそのソーシャルメディアインフルエンサーねそれがトピックになっているというふうにしていますね。はい。で会話のモデルの長さは10行ぐらいでえあの作ってもらいました。であのヒンディー語のレベルは CFR ですね。Common European Framework of Reference オブラングウェですけどそれの A1 レベル a 1レベルにしてもらいましたでもね実際にはちょっともうちょっと難しかったかもしれませんねはいでその、えー、私ねそのヒンディー語のレベルがまだ自信がないところもありますのでその意味をね確認するために英語の訳もつけてくださいというふうにしました、えー、そして会話モデルに出てくるヒンディー語の語彙リストですね語彙リスト、えー あのそれも作っててくださいいいとお願いしていますで,でも5位リストがあんまりたくさんあると特にこれ A1 レベルですからあのあの全部入っちゃうとちょっと困るのでだから5位リストの長さは55から15号ぐらいというふうに言っています、うん、えでその5位リストに書いてほしいものはまずヒンディー語はもちろん必要ですよねその他にヒンディー語の A 自転車 そ,のそれから英語の意味を英語であの教えてもらうこととそれとヒンディー語の例文そしてその例文を英語に翻訳したものも入れてくださいというふうにしています。でそれからまあ文法もねもちろん勉強したいのでこの会話モデルに出てくるヒンディー語の文法の中で一番難しい文法の説明を英語で書いてくださいというのも入れていますね。 でその例文も3例書いてくださいというふうにしています。はい、で実際にそれをやってみたのが、えー、こういう感じのところですね。最初はこれがその会話モデルです。ヒンディー語の会話モデル。であのここにヒンディー語が書いてあってその,、えー、あのその英語の翻訳がここに書いてありますね。で、まあ、ユーザー1、ユーザー2、ユーザー3という3人の人までの会話があります。えー、でね この中にもちょっと、ね、難しい言葉が本当にたくさんあるんですよ。これとかなんでウプううこタこル、ね、えちょっと待ってね、<laughs> ねまあ、この中でこういうわからない言葉もあるんですね。あこことかもそうですよねあ。これか、これか。プラブハーブカルタ。これか、プラブハーブハールカルタ。プラブハーブカルタ。とかね、こういうのとか、えーまあ、知らない言葉もたくさん入っているので、えー、その… あのそのまあこれソーシャルメディアはそのままだからそんなに <laughs> 難しくないですけどあのさっきのこれですねプラブハーブカルターとかね、えーはい、このバッチートバッチートとか、えー、シャーミル法廷兵、まあ、法廷兵は分かりますけどシャーミルシャーミル法廷兵とかね、えー、この辺は私にとってはちょっと、えー、難しかった難しい言葉なので、えー、こういうあの ボキャブラリーリストはとても役に立ちますね、はいえー、でそれからその、まあ、これはねちょっと簡単簡単するんですけどラヒーヘイっていうのねこれはあのラハヘイとかラヒーヘイはあの、まあ、でもいいですでも一応書いては説明あの文法ね文法についても説明してくれていますね、はいえー、でそれからその例文も書いてくれています、はいえーまあ、こんな感じであの私のヒンディー語を勉強するのは えーあのー、こういういいになっていますであのだけど皆さんの場合はもちろん日本語を勉強するわけですから、まあ、中にはかいあの漢字も勉強したいっていう人もいるでしょうしね、はいえー、ですけど、まあ、ここはの行動中心アプローチなのであの漢字を読んだり書いたりする必要がある人はもちろん漢字を読んだり書いたりする勉強も必要ですが例えば会話しか必要がないああの会話だけすれば あなたたのやりたいことができるそういう場合はもちろん漢字を勉強する必要もありませんね。はいえー、なのでここで皆さんはもう一回ちょっと見せますけど、えー、どんな言語形式を身につけたいのかランゲージフォームねどんなランゲージフォームを身につけたいのか例えば言葉文法漢字、えー、そういうものですね、はいえー。それをここでよく考えて それをですね、こういうプロンプトにして、そしてそのチャット GPT にあのその教材を作ってもらうというね、そういうやり方が必要になります。はい、えー、それでは今日のビデオはここまでになりますね。えー、フィルムリンゲ失礼します。